することが必要な練習なので頑張ってください。では2番目の早くトレーニングをしましょう。何年するのに困難がある。何年することが難しいという表現。How difficulty 何々 ing を使ってくる。今日は12月4日土曜日、現在時刻は夕方4時50分。さあ、リハビリ4日目、リハビリ4日目にして12月一発目ですね。仕事はやっと12月一発目の仕事が今日はありました。大丈夫だった、よかった。まあまた明日休みですけど、明日はどうしましょうかね。明日は明日で、とりあえずね、今日土曜日仕事、よかった、大丈夫。よし。いやー、びっくりするな。でもこんなに仕事がないとは思わなかったけど、でも嬉しいな。まあこう どっちもどっちですけどね。仕事をしないとやばいけど、休みは休みで嬉しいよ。いや、もっとね働かないとまずいんですけど、嬉しい。休みは嬉しいよ。まあ仕事はなんとか、仕事が少ないなっていうぐらいのストレスぐらいで、特には仕事そのものに対してのストレスは、まあ、もうないので、気持ちはねだいぶ楽になりましたね。まああとはね、ちょっとね、やっぱね YouTube ちょっとねなかなか、まあ、しばらくは本当にしばらくか、まあ明日わかんないですけど、大丈夫だよっていうね、こんな僕だからこそ言えるという、まさにね本当にそんな気持ちはあるんです。でちょっとこう YouTube なかなかね、こう顔がね固くなっちゃった感じしますね。表情筋がなかなか、皆さん元気ですかっていうね、そんな感じで、またね多分もうちょっとしたらねふざけた顔できると思うんですけどね。まあまあ、でもこんな状態ですけれども、まあ生きてますから、元気に生きてますからね。言っても全然、元気は元気なんです、元気なんですよ。嘘はついてないです、元気なんです。大丈夫ですから、大丈夫。ただちょっとね、もうちょっとなんか自分、せっかくこう今までやってきたっていうのがあるので、またね嘘の顔はしたくないんですね。嘘の表情で大丈夫ですよ、大丈夫だよっていうのはちょっとね、ちょっと今はやりたくない、今の僕ではやりたくない。
でも大丈夫ですからね、大丈夫ですから、それだけはねお伝えはできます。大丈夫ですから、僕がこんな風になってるだけであって皆様はもう全くもって問題ないですよ。絶対大丈夫です。うん、本当にそれは思ってます、思ってます、思ってますから、本当に思ってる、大丈夫って、うん、もう僕自身にも思ってます、大丈夫って。ちょっと時間が必要っていうぐらいでね、本当にそこまで深刻に、深刻ではないです、深刻ではないです。なのでご心配は、さあ、ちょっと今日はちょっと変なアングルで撮影してるんですが、ちょっとねもともと使ってた、携帯スマホホルダーが、もうちょっと吸引力がなくなってしまいました。こうせっかくギュッとやってもポリンって取れちゃう状態なので、ちょっとね新しいのを買いに行きますからね、 YouTube 撮影するために。こういう間にもね、ちょっとずつ装備をねちょっと充実させていこうかなと思っておりますので、今しばらくねお待ちくださいね。さあ今日はこんなもんです。さあちょっとね、まあ明日日曜日お休みです。皆様もお休みの方は多いと思います。まあお仕事の方ちょっとね寒いですけど、本当に寒いですけど、お体に気をつけてやっちゃいましょう。いつものようにやっちゃいましょう。大丈夫ですから、ね、お休みの方はいい休日過ごしましょう、過ごしましょう、過ごしてください。大丈夫ですから。ではおやすみなさい。ちょっと今日は音があんまり良くないかもしれませんけども、お許しください、よろしくお願いします。ではまた明日会いましょう。おやすみなさい、おやすみなさい。真っ暗ですいません。